日刊自動車新聞さんが発行されているこの業界誌整備戦略、こちらですね、こちらへ寄稿させていただくことになりました。こちら業界誌ですよ、業界誌発売が2月の25日2023年3月号から自分の寄稿が載ります。ぜひ購入していただきたいので、これを最初にですね、まあ寄稿の内容の前にこれの買い方をですね宣伝させてもらいます。この整備戦略は日刊自動車新聞を発行されているそのまんまの会社名、株式会社日刊自動車新聞社が発行されているいわゆる業界誌です。毎月発行される月刊誌で毎月25日発売。こういう専門的な業界誌って書店とかアマゾンには並ばないので、購入方法は日刊自動車新聞社の販売部で電話、ファックス、あとホームページのサイトにて直接お申し込みいただくか、富士山マガジンサービスというところでも販売されているということです。概要欄にねそのリンクとかを貼っておきますんで、ぜひそちらから購入、そしてぜひ定期購読を申し込んでいただけると嬉しいです。じゃあどんなことを書くのかっていう話ですよね。寄稿の内容なんですけれど、まあ僕はね使えるものは使うというスタイルなので、小山自動車さんとのダブルネームで見開きで2ページ使ってコラムを書かせていただくことになりました。といってもですね、自分が内容を決めて文章をまず書く、まあ今タイピングですけどね、書いて、でその内容が問題ないかどうかっていうのを小山さんが構成してくださいます。そんなスタイルで文章を書き上げて、その文章、それに沿った写真をこの整備戦略の編集部へ提出して、こういうレイアウトに落とし込んでもらうみたいな感じですね。2ページいただいておりまして、2ページみっちり書かせていただいております。で最初のうちはブレーキ関連の話題を取り上げていて、途中からねエンジンとか、ちょっと違うジャンルへ移っていこうかなという感じです。整備戦略へ寄稿することになった経緯なんですけれど、僕はですねとにかく本を出したいっていう目標があります。いきなり本を出すって結構ハードルが高い気がしたんで、その一歩手前の段階で、こういう雑誌にコラムとかを掲載させていただくのが近道なんじゃないかなと思いまして、日刊自動車新聞社、こちらのですね高橋社長さんはですね、小山さんのご紹介で知り合ってたりとか、整備事業者アワードとかでですね面識がねありましたので、高橋社長様に直談判しまして、整備戦略へ寄稿させてくださいとお願いしまくったら承諾いただきましたという感じです。いやでも寄稿は初めてです。どういう感じで書いたらいいかとかね全然わからないんで、僕はねじゃあアドバイスもらった方がいいんじゃないかなと思いました。こういうね業界誌に寄稿をしまくっている先駆者さんにアドバイスをもらおうと思いまして、先駆者さんって誰だろうと思った時に、この本、オイルアライメント入門、これもう手に入んないんですけどね、たまに中古がアマゾンで1万とかで取引されております。今は亡き自動車工学の出版の本ですね。こちらの筆者さん、伊達さんはものすごいいろんな本に寄稿をされている方で、いた方で、整備戦略にもね過去に寄稿されてたことがあるっていうのを伺って、小山さんがこちらの方とね面識がありまして、そういう噂話とかいろいろ伺ってたので、もうこれはね伊達さんに話聞くしかねえなと思いまして、お電話させてもらって、心よくいいよというふうに言ってくれましてですね、で昨年末伊達さんのお店、名古屋の大和自動車整備工場さんにですねお邪魔させていただきましてですね、こんな青髪野郎がいきなり訪問させてもらったんですけどね、心よく迎えてくださいまして、寄稿に対しての姿勢とか文章の書き方とかをですね簡潔にまとめておいてくださった、そうやってしっかりとアドバイスをいただきました。本当にありがとうございます。伊達さんありがとうございました。伊達さんね現役で整備されていました。で現在は経営は息子さんにねバトンタッチされているという感じですね。こんな感じでですね、こちらの整備戦略への寄稿をスタートさせていただきました。ぜひね整備戦略のこちらの購入、そしてできれば定期購読のお申し込みをぜひよろしくお願いします。